が先頭の方に見えてまいります。そしてこちらギャロップリフト少しずつ上がっていくと、レーン手前側を着々と上がっていく汐留の坂を今入ります。汐留の坂では馬たちの障害、行く手を阻むものがありますが、今オレンジは意気揚々と大欅のスパイルに入りました。最終コーナーで見えてくるのはどの馬か。このレースを制するのはまさかのマークルワゼ、6番グリーンのエンコンドルパサーが1着でゴールイン。どうもありがとうございました。1着外れましたけども、あちら3箇所用意しております。どうもありがとうございました。